スアット日本一周中3配信を開始しました。松アット日本一周中3八つ葉草津運動茶屋公園6号中山盆地昭和白沢片品川場田園匠の里月夜水上おかえり。ただいま。また切れっかもしんないけど、なんかすごいこと、すごいよ。さゆまるさん、国取れたんだよね。取ったよ。電波ねえんだもん、あそこダメ。ギリ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 。さゆまるさん、次は道の駅中山盆地、はい、中山盆地1時間温泉あり。はい、まあ、そこ取れないからそこでお休みです。で、雨なのでどうしようかと思ってます。お湯沸かすのもまた大変な状態だな、これ。さゆまるさん、温泉もあるしちょうどいいね。なおさんなんだ、雨だからチャーハン無理かな。無理っぽいな、これ。ジョニタンさん、お待たせ。お待たせ。ジョニタン、ジョニタン、あなた関連ブロックしてしてんのこれ。定期係が映んないんだけど。ジョニタンさん、帝国へのショバ代は。え？さゆまるさん、ジョニタンやほー。個別にこれブロックかけてんだ。本当に。ジョニタンさん、定期係も松さんだったのか。そうだよ。ジョニタンさん、解いとくよ。はいよ。ナオさん、わらわらわら。もう、さゆが言わなかったら。ジョニタンさん、さゆまる、ナオ、お待たせ。さゆが言わなかったら、絶対、そのままだった。おたろうくん、あっと自分推しさん、運転ナイス。運転ナイス。カーブ上手でしょ。カーブ上手でしょ。先に言っとくから。さゆまるさん、小太郎さん、こんにちは。小太郎くん、あっと自分推しさん、カーブよりブレーキがうまい。ナイス。なおさん、ちょにたん、お待たされ。お待たされ。小太郎くん、あっと自分推しさん、さゆまるよ。さゆまる様。こんちくわ。いや、群馬だよ。ちょにたん、群馬だけどさ。ちょにたん、どの辺だったっけ。うわ、どの辺。探してないのか。さゆまるさん、さま WWW がジラさんにしか言われたことないわら。なおさん、小太郎くん、配信まだ。ねえ。ジョニタンさん、言えるわけないだろ、わらわらわら。確かにな、うん。車にサインしないの？車にサインしないの、ジョニタン。もう関東圏はこの群馬が終わったらもうあれだから、日本海に行っちゃうから、北陸の方行くから。ジョニタンさん、うんこって書いとく。うんこ。ナオさん、サインだけでもお願いします。
なんか、あ、そうか。NG で書くのはちょっと一回困る。エコマシグラさん、雨、何県ですか？群馬県です。さゆまるさん、初見さんかな？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。雨やんだ。いきなりやんだ。小太郎くん、あっと自分推しさん、なおさま。なおさま。漢字がようって読むことに気づいて、ひらがなにした。小太郎くん、賢い。自分推しさん、ありがとう自民党。ありがとう自民党、公明党、俺こと元若め。なんて言ったら止まらないとさ、いじれもしないしさ、どうしようもないんだよ。さゆまるさん、次の道の駅の温泉は入館20時までの21時まで。ありがとう。道の駅の温泉が隣接なんだ。ということは21時までスタンプ押せんじゃないもんですね。さゆまるさん、中にある。中にあるんだね。ジョニタンさん、そうだよ。なおさん、メリットで髪サラサラになろう。もうさ、どんなシャンプー使ってもサラサラだからね。なんて言ったって、丸丸丸丸丸だから。うん、ハゲてねえし。さん、ハゲループ。ハゲループやめてくんね。ブツブツ大仏さん、わらわらわら。またやめてくんね、それハゲループとか。やめてくんない？まるでハゲみたいでしょうよ。うみたいよ。間に合わないよ。さゆまるさん、聞いてみたらスタンプあるかわからないとかふざけたこと言われた。聞いてくれたんだね、ありがとう。どういうことなんだ。スタンプあるかわからない。あるかわからないっていうんだ。
どんな道の駅だよ。さゆまるさん前は外にあったけど、今はあるとしたら当たって言われた。ああ、そうだろうな。やっぱそうなんだな。温泉空いてるんだったら温泉のところに置いてくれればいいのにね。さゆまるさんで、そこが18時までとかなんとか。うん。そういうことだね。あと31キロもあるわ。露天いいな。さゆまるさん、こちらは道の駅というより温泉施設なんでとか言われは、道の駅じゃないんですかって言ったら、いや道の駅ですけどって意味不明。やる気のない道の駅だね。気のない道の駅ですね。とにかく群馬というのはそういうものなんでしょうか。もう1キロで、あれ1キロで着く？ちょっと待って、なんか1キロって書いてなかった今。なおさん、日本語でお願いしますだわね。さゆまるさんへ左方向です。あれなんだこれ、まっすぐ行ったらなんかあるのかこれ。さゆまるさん近いのか。左方向です。近いみたいだな。まあどっちみちさダメだから、ちょっとまっすぐ行ってみるか。1キロだったらそんなに。まもなく左方向です。あった、これ道の駅ある。ここなん、あ、さっきのところじゃん。あ、違うか、ふるさとか。なんだろう、ここちょっと。さゆまるさん、ふるさと館はリサさんを経理。ルートを再検索します。さっき来たところだな、これな。まもなく左方向です。さゆまるさん、ヤンバじゃない。ヤンバだ。さゆまるさん、今調べたけどやっぱり7時間はかかるもん。そうだよね、ヤンバさっき取ったよね、確かね。違ったっけ。なおさん、戻ってきたの。戻ってきた形だね。さゆまるさん、ヤンバは取った。取ったよね。そうだよね。うん、ルートを再検索します。これを右か。おっ、わかんねえな。よいしょ。合ってるよ。
んまた同じ道通る。いや通ってない、同じ道じゃないよこれ。全然違う道。丸さん、あ、さっきの電話対応まだ腹立つわら。なおさん、北海道暑いらしいね。あがつま、あ、そうか、あがつま橋、あ、こっち側からも行けんだ。あがつま橋さっき行ったよね。でもさっきのと道は違うんだよ。このトンネル優秀なのかな。ビサさん、暑すぎて買い物まだ行ってない。26度だよこっち。さゆまるさん、避暑地。避暑地。なおさん、旭川で37度って書いてあった。さゆまるさん、私は秘書。私は秘書。ビサさん、秘書地。秘書地。群馬って秘書地なの？秘書市、秘書市なの？秘書地。ずいぶん気温が低い。なおさん、秘書市。秘書市。秘書、秘書、秘書市。承知。ビサさん、わらわらわら。確かに草津はね、22度ぐらいしかなかったよね、あそこ温泉街。さゆまるさん、狙ってるな絶対。狙ってないよ、狙ってないよ、狙ってないよ。口が回んないんだよ。ああ、いい、言うやよ。草津よ。なおさん、黒いわ。さゆまるさん、引き出し、引き出し。どっこいしょ。どっこいしょなのか、どっこいしょが正解なのかな。さゆまるさん、真っ黒だわ。どっちなんだっけな。大阪、ビサさん、舞台始めた。草強いとこ。さゆまるさん、同じこと3回も4回もやったらダメ。あ、すいません。さゆまるさん、わら。ごめんなさい、失礼いたしました。ビサさん、コメント。コメント、それは失礼。さゆまるさん、コメント、コメント、大変失礼いたしました。学生的なユニッチさん、コメント、コメント、コメント。ユニッチまで言い出したよ。コメントの意味を知ってて、コメントって打ちましたか。さゆまるさん、ウニさん、いらっしゃい、ナイスーわら。コメントの意味を知ってて。なおさん、コーメント。ノーコーメント。ね。コメントに困った時だけコメント使うんですよ。
きなユニッチ、3個ここここ。そうそうそう。さっきとこも上がる、今のとこ。さゆまるさんいます。アピールでも使えます。使えます。学生的なユニッチ、さんお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。ありがとうございます。ダメだこれ。もういっそのことを冷やそう。フロントガラスが曇る。なおさん何これきり。じゃあフロントガラスが曇るんだよ。さゆまるさん松の熱気で曇ってる。はい、ありがとうございます。年取るとね、こうね、息遣いが荒くなってくるからね、こう曇るんだよ。その熱気でご飯温めよう。これあれなんだよな、このミサさん、わらわらわら。あ、これじゃダメなんだよな。こうだ、やっぱりこうだよな。さんフロントにすりゃ即消えるでしょ。消えねえんだよ。これ難しいんだよ。これしたらこれどん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 霧のかかった状態になってしまう。学生的なユニッチさん、あらららら。さゆまるさん、さゆいつもすぐ消えるのに。なおさん雨やんでるじゃん。そうなんだけどさ、なんかね違うんだよな、気候が。こっち湿度高いのかな。あの外気温と内の差が激しすぎて曇るという。スマホを冷やすのにさ、ローでやってるじゃん。ローにしなければいいのかな。さゆまるさん、デフでダメなのか。デフにしてんだけどさ、だから温度上げればいけるんだよ。そりゃ雨上がりは湿気あるでしょ。うん、これで多分いけると思うんだけど。さゆまるさん、あっち晴れ間が見える。うん、明かりが差しているところがないとやりようないよね。
か、熱暴走した熱暴走した時に今日やめるか。あ、ウニッチ、あれ神奈川後回しにした。そういえば いるかいないか分かんないけど、あまりにもコロナが多すぎて近寄れなくなった。いねえか。さゆまるさん晴れてよかったね。うん、エイジさんお疲れ様です。皆様もお疲れ様です。ありがとうございます。リサさん頑張って買い物行ってくるかな。またねー、はい、いってらっしゃい。さゆまるさん、エイジさん、お疲れ様です。ございます。さゆまるさん、みさみさ行ってらー。リサさん、はーい。さゆまるさん、エイジさん枠、この前くるくるで見れなかった。これから、まあ調子悪い時もあるわさ。さゆさんスタジオの時かな。匿名係長ただの花火師さん、ドヒャー。延長の足しにふわっちを帰りなさいませ。ありがとうございます。さゆまるさん、ロケットナイス。ロケットナイス、ありがとうございます。さゆまるさん、エイジさん、そそなおさん、ロケットナイス。ナイス、ありがとう。ノンさん、こんばんは。オーキャレットキャレットを出遅れた。ただいまでございます。ふわっち、ただいま。さゆまるさん、みそじゃなかったのんちゃんを帰り。みそみそ仲間。のんさん、みそわら。えいじさん、ロケットナイス。のんさん、ただいまわら。ありがとうございます。さゆまるさん、たまにみそかのんかわからなくなるんだよね。より大きいてへぺろ。のんさん、 WW。 たまにあれだね、みそ、あの小さいやつあったら、小さいやつときゅうり買って、ちょっと食べ比べ配信でもする。でも俺は結構辛くあれだよ。あのなかなか褒めない。さゆまるさん、やろう。なかなか褒めないよ俺。本当に。エイジさん、さゆさん、それ気づいたおかげでその後の本番ライブは配信綺麗に流せたよ。あ、ナイス。なおさん、いいね。さゆまるさん、味噌の違いを待つにも分かってほしや。あ、なるほど。さゆまるさん欲しい。のんさん、なかなか褒めないんか、いわら。そう、美味しいところ。さゆまるさん、エイジさん、ショック見たかった。美味しいところのやつは本当にベタボレ、ベタ褒めするけど、そんなんでもなかったらちょっとうんみたいな。正直も正直だから。少量が、あのこの間さ、あの小さいあのパックのやつで200円とかで売ってたやつは、あちこちにあればいいのにね。ココちゃんさん、いい。いい。さゆまるさん、いい。
これでね、あの左右枠となおちゃん枠はあの E で通用することになったあ、いいね、英治さん群馬まで行きましたね、ナイス。さゆまるさん、ココちゃんがアプリで女性になったらかわいい。かわいい。エイジさん、さゆさん、アーカイブ公開してるからぜひ見てみてー。なるほど。さゆまるさん、松とは大いい。ださゆまるさん、マジ見てみます。チキショクソ。俺のはあのネタだからね、いかにこう ね皆さんが笑っていただけるかをこの吟味して、こうその時に顔写真を撮って、さゆまるさん、クソが、さゆにクソがって言った。言ってないよ、言ってないよ。アプリのクソがって言った。もっといい女にしてくれよ、クソがって感じ。なおさん、ネタ切れです。ネタ切れです。すみません、ネタ切れです。さゆまるさん、辞表出すとこでした。わらわらわら。却下します。却下します。それだけは却下します。あれ、左右何時からあれだったっけ。禁煙してたっけ。さゆまるさんへ。4時半だったっけ。6時半までだっけ。さゆまるさん、よどきハーム。6時半までね。なおさん、さゆちゃんとまちゅ、この合わせた画像気に入ってるでしょ。え、気に入ってるよ、気に入ってるよ。さゆまるさん、ジュニアわら。ジュニア、ジュニアがやたらと面濃いかもしれない。待ち受けにしてる。待ち受けにはしてないけど。さゆまるさん、わらわらわら。待ち受けにしようかな。待ち受け。さゆまるさん、道の駅好きよが気になるのに、あすみれなそうだな。ああ、そうか。あ、すごい、何あれ、お城、群馬城、群馬城なんねえよ。さん、明日何時までだっけ。え、11時ぐらいじゃないかな。さゆまるさん、いつまでか書いてないのよ。ああ、枠にこれ
りの時間じゃなくてフェスの時間ね。さゆまる35度期開演しか書いてない。ただでもさ、今あれコロナ禍だからさ、2時間ぐらいしかやんないんじゃない。なおさんカラオケ5時間予約されたわ。はさゆまるさん5時間わらわら。は5時間分払えってことなんだ。違うのか、チケットあるからあれなのか、いらないのか。さゆまるさん大体2時間くらいかな。そうだよね。なおさん前回は6時間ぐらいあったらしいよ。でもさ、そんなさ人を集めてあれな、会場さゆまるさんええー、わら。会場広いのかな。ソーシャルディスタンスを守られてるのかな。そんなんで感染者出したらさ最悪だよね。さゆまるさん調べたら3時間だって。3時間か。昼から3時間なの。なおさんよかった。3時からか。わかんね。なおさん3時から。さゆまるさん損事によって時間違うみたいね。さゆまるさん3時間も耐えらるかしらわら。あれだって横に座ってないとダメなんでしょ。さゆまるさん6時に終わってご飯食べて帰宅8時とかかな。微妙に明るいな。なんだろう。そういえば俺昼飯に買った弁当食べてねえや。あ、そういえばあれだ。放送外でさ、あの電波切れた時あるじゃん。違う。なおさんチャーハン作れそうじゃん。電気切れた時じゃなくて、あの充電するって言った時あるじゃん。あそこの道の駅で、あの匿名さんで、あの突来てくれてサイン書いてもらいました。でその時に大福もらったんですよ。なんか、あの、俺大福とかって言って、大福食べたいんだなと思ったらしく、買ってくれて、その大福食っちゃったんで、弁当食ってないです。だからその弁当食ってないです。なおさん食べよ。食べちゃったんです、大福を。大福とお茶と、ブラックコーヒーをもらいました。ありがとうございます。見てるかどうかわかんないけど。ありがとうございます。
でもあの名前は匿名じゃなくて普通に書いてくれました。ありがとうございます。だから大っぴらには見せませんけど、なおさんまさかの弁当残し瓦、500m 先左方向です。あの全体像の時は映させてもらいます。さゆまるさん、サイン。サイン。300m 先、左方向です。さゆまるさん、映していいそうです。あ、了解です。なんかあのさゆリスナーだったみたいなんですけどね。まもなく左方向です。もうさゆ人気者だからやから、もう大変よ。さゆまるさんだったじゃない。今も。そうだね。あのさあ、はい、何でしょう。ルート300m 先右方向です。ああ、チャーハンするのにしゃもじがねえよ。よく考えたら、まもなく右方向です。しゃもじなしのチャーハンは難しいんじゃないか。なんとかなるか、箸がありゃ。なおさん、秘書のさゆまるちゃんのマークにの絵文字ないけど。あ、天狗？天狗はね、またちょっと違うんだよな。あ、さゆこれ天狗つけた方がいいの？さゆまるさんはさゆの仲良しのグループなのよ、わら。そうだよね、だから別につけてもつけなくてもいいんだよね。つけた方がいいの？さゆまるさん、大島ではない感じわら。だよね、だからいいんだよね、別に。さゆまるさん、なおちゃん、大島ないの。さゆつけるわよ。なおさん、私はないよ、わらわら。さゆまるさん、なおさん、さゆちゃん、ソフトクリームつけないの？いや、つけたんだけど消されたの。あ、違うよ、あれだよ、別についてっからいいんじゃない。さゆまるさん、プロフィールには書いてるよ、わら。500m 先、左方向です。ごちゃごちゃ、名前につけるとごちゃ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 するからな。ルート
できる女は違うねえ。さゆまるさん別につけてもいいけどあえてつけないわら、うん、そうそう、さゆまるさん、なおちゃんのならつける。さゆまるさん、ああ、ああダイソー寄りたかったな。私配信しないからな。さゆまるさん、匿名さん、松がふわっちで配信してるの知らなかったみたい。あ、そうなの。そうなんだ。さゆまるさん、今言ったわら。あ、そういうことね。そういうことだったんですね。さゆまるさん、なおちゃん配信は復活しないの。うんうん、来た方ラーメン来てやった。なおさん、気が向いたら復活するよう。よかった、米印キャレットキャレット米印、もし作ったらつけるね。なおさん、ありがとう。松のソフトクリームつけてる人見たことないわら。ないよ、だって誰もつけてくんないよ。つける気もないんだよ、みんなして。うん、いい、別につけてほしいわけじゃねえけど、別につけてほしいわけじゃねえけどな。もう外してやろうかなと思うぐらい。最近ソフトクリーム食ってないし。なおさん、それ言っちゃう。あら、最近ソフトクリームも食ってねえし。さゆまるさん、外すの。外さないよ。外さないよ。さゆまるさん、どっちやねん。外さないよ。ちょっとさ、これさ、なんかいい位置ないかな。あ、こっち来ちゃったら隠れちゃうかも。さゆまるさん、なおちゃんつけたらソフトクリーム。さゆまるさん、わら。なおさん、のんさん、わら。いや、ダメか、これはダメか。こっち側まで来ちゃったら、のんさん、会話が楽しい。ありがとうございます。俺のじゃないか、すみませんね。俺のじゃなかったのね。それは失礼いたしました。
けないわよ。さゆまるさんナイス、わらわらわら。でもやっぱり雨は降ってきたな。さゆまるさん、さすがなおちゃんつけてくれたじゃん。ん？つけないよね。ありがとうございます。さゆまるさん第1号わら。いや、第1号はワンちゃんだよ。第1号はワンちゃんだけど、あの秒で外したいけどね。さゆまるさん消したじゃんわら。秒で外されたけどね。でもサブもつけてくれたのに秒で外されたよね。勘違いしてみんながつける作戦。そういう作戦だったのか。あ、無理無理無理。着いたら土砂降りだよこれね。これ何もできない状態だよ。一瞬さ、日が差してたからさ、いいとこ探そうかなと思ったら、何この雨って感じ。